コンラート・ビッツはドイツの画家。生まれは1400年から1410年の間頃で記事はおそらくビュルテンベルク王国のロットバイル。1445年冬か1446年の春にスイスのバーゼルで死去。主にスイスで活動した。1434年からバーゼルで活動している。ビッツの様式はドイツにおける後期語シックから。 ルネザンスへの移行期のそれであると言える。ドイツ南西部シュバーベン地方の伝統とブルゴーニュ地方のスタイルに影響を受けたモチーフの融合はこの画家がフランスあるいはオランダにおいて修行時代を過ごした可能性を考えさせる。だがシュバーベンとブルゴーニュの地方様式からの造形上の影響はスイスにいながらにしても享受することができただろう。このことは コンスタンツ公会議とバーゼル公会議が開催された頃、スイスにはヨーロッパ各地の著名な画家が足跡を残していることから想像できる。多種多様な造形的実験の結果をビッツは独自の芸術様式にまとめ上げた。主としてそれは厳格なパースペクティブに基づき展開される画面の空間とその内部に配された人物の密度の高い量感に基礎を置いている。 三つの作品で有名なものは3つの祭壇画の絵で、それらはすべて部分的にだが現存している。その中で最も初期のものは1345年頃に作られたハイルスピーゲルの祭壇画で、現在その主な部分はバーゼル美術館に分解された板数点は他のところにそれぞれ所蔵されている。次に古いのは聖母の祭壇画で、 これも板が別々にされて、現在バーゼル、ニュルンベルクのゲルマン国立博物館、ストラスブールにある。ビッツの最後の祭壇側1444年の聖ペテロの祭壇側で、現在ジュネーブ美術、歴史博物館にあり、その中にはビッツの最も有名な作品である、ジュネーブの風景を背景に展開される聖書の物語を描く、奇跡の砂取りも含まれている。 聖クリストフォルスはそれら主要な祭壇画と関係がない作品と考えられている。それ以外に、ビッツとその弟子たちの描いた独立した作品が、ナポリ、ベルリンの絵画館、ニューヨークのフリックコレクションにある。ここでのビッツの芸術様式に関する分析は次の資料に基づく。アンシークロピデラル、ガースンテ、ラピコテク、2000、P1076。ありがとうございます。